こんにちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、また引退のニュースが飛び込んできましたが、まあ、そうだね、はい、まあ、ロッテ阪神で活躍された鳥谷敬、はい、まあ、引退ということでね、はい、まあ、発表になりました。まあ予想はしてたけども、うん、ね、このタイミングでっていうことだったですね、はい、まあ、18年間、ね、で18年間お疲れ様でしたということ。はい、鳥谷をね、俺最初に知ったのは、はい、大学、早稲田大学の時なんだよね。で、ドラフト1位にかかる、はい、ものすごく注目選手がいるということで、ベースボールの雑誌の取材で、はい、ちょっと一回一緒に見に行ってくれないかっていうことで、うん、まあ、神宮に足を運んでね、見たんだけど、その時にね、正直2球下のヤクルトにその後入るんだけど、はい、竹内っていう選手が左バッターがいたのね、うん、でその選手がすごく目立ってたわけ、はい、でもすごい、竹内の方がいいんじゃないのっていうような話をしたんだけど、うん、はい、でも鳥谷を見てると、なんか3拍子揃ったらバランスのいい、まあ、選手だったなっていうのはすごくアマチュア時代の鳥谷を見て覚えてるんだけどね、うんうん、で、まあ、阪神に、入るわけだけども、はい、まあ、阪神は当時岡田監督ね、はい、早稲田の先輩が、うん、大学の先輩が、うん、まあ、阪神の監督やってられるということで、はい、まあ、鳥谷が最初から使われるんじゃないかっていうような予想はしてたんだけど、はい、その時に藤本っていうね、うん、今阪神のサードコーチをやってる、はい、がレギュラーでいたのね、うん、だからこれを抜けるのかなっていうふうに思ってたら簡単に抜いてった、はい、その違いっていうのはやっぱ守備力というか、はい、肩の強さにあったんだよね、うん、だから最初はもう賛否あったんだよ、今まで頑張ってた藤本で、俺も藤本っていうのはアテネで一緒にやってるから、はい、やっぱ思い入れが強いわけ、うん、で鳥谷ってそんなにいいかっていうようなことを思ってたんだけど、うん、でも使うごとに上手くなっていくというね、まあそういう選手だったね、うんうん、でまあちょっと通算成績をちょっと見ていきたいと思うんだけども、はい、はい、まあこうなってます。まあ、すごい数字を残してるよね。そうですね、通算成績、試合数2243、はい、打率が、278、はい、2割7分、まあ、ちょっとね、鳥谷のタイプからすると低いんじゃないかなと思うんだけども、はい、やっぱ甲子園ということを考えるとね、やっぱこの数字も伺い知れるという、これなぜかというと、まあ、ホームランに現れてるんだよね、はい、浜風が邪魔をする、うん、ということでやっぱ少し力みがあったりだとか、いろんなことがこう考えられるよね。で、通算安打2099、はい、2000本安打をね、はい、まあ、達成したって。で、打点が830、うん、で、鳥谷の打順ってさ、パッと言われて何番って聞かれた時に何番って言う？そうなんですよ、なんか考えていて、こう、1番？いや、3番？ね、だからなんか下位のイメージはないんですが、どこって言われると、例えば不動の4番とか、1番固定みたいな感じのイメージはあんまりなかったんですが、だからどこでも打てた人なんだよね。で、どこでも打てたっていうのは、チームがやっぱ苦しんでる時に穴を埋められる選手だったんだ。穴を埋めてくれる選手だったんだよ、はい、だから臨機応変に対応が効くという非常に柔軟性を持った選手だったね、打席に入っても、うん、ね、で、まあ、なんといっても連続試合出場、はい、1939、はい、試合数が2243に対して1939、うん、もうほとんど休まないという ね、いうことで、2004年、はい、9月から2018年5月まで続けるという。この2004年はルーキーの年ですね。まあそうだね、はい、でルーキーの年、まあ衣笠さんが、うん、1位なんだけど、衣笠さん曰く、はい、やっぱり休むということは人にチャンスを与えると、うん、いうことで自分の地位が脅かされるということで休まなかったっていう、うん、で金本っていうのは同じ広島だよね、衣笠さんと、はい、当時の監督多分三村さんだったと思うんだけども、はい、お前そんなことで休むって言って、まあ、他にチャンスやってもいいのかって、やっぱ同じようなことなんだよ、うん、それからもう絶対休まないって心に決めて金本も休まなかった、うん、で鳥谷に聞くと、いや僕野球が好きなんですって
ちょっと一歩変わってるんだよね、うん、そういう悲壮感じゃなくて、いや僕はそれが責任だというふうに思ってます、はい、レギュラーとしての、うん、で歴代2位の記録を作るんだけど、うん、途切れた時の監督が金本監督なんだよね。やっぱ複雑だったと思うよ、うん、やっぱこの苦しさ、これをやる価値っていうのを一番知ってる人が指揮を取りながら引導を渡さなきゃいけない勝ったわけじゃない、うん、まあ、もちろん鳥谷の成績もその時は振るわずね、うん、まあ、使うことが迷惑だというふうにちょっと考える、うん、もう成績でね、はい、だからこの記録っていうのは人に気を使わせる記録だよね、はい、やっぱ金本の時も調子が悪くなって、うん、やっぱり引導を渡される、うん、まあ、金本の途切れたのは盗塁死で打席に入ってたんだけど、はい、その後守備につけば連続試合出場はまだ続いてたんだけど、はい、つかなくてその打席に立ったっていうことが出場ということになるだろうという勘違いで途切れてるんだよね。なるほど。だから何が起きたのっていうことで途切れてるんだけど、はい、衣笠さんの時は小葉さんがやっぱしっかり今日は使わないかもわからないと、うん、だからその覚悟を持ってっていう、まあ、鳥谷の時も多分そうだったと思うけど、ね、うん、まあ、だけど本当に立派な数字を残されたなという。本当にそうですね、まあ、鳥谷はさ、やっぱりこう体が強い、はい、タフだわ、うん、でね、練習に打ち込んでいけるだけのそのスタミナがある。それと試合に出たら精神的なスタミナもある。やっぱね、ショートでフィールドの中で、まあ、ピッチャーバッテリー以外次にしんどいのはやっぱショートなんだよね、うん、でその中でこれだけの数字を歴代2位を作れるっていうのはやっぱスタミナもそうだけども、一番は精神的なスタミナが、うん、ないとこれやっぱね、くじけそうになる時あるよ、うん、もう雨が降ってたら、朝起きて雨が降ってたら今日は中止かなっていうような中止を望んだりだとかさ、うん、そういう時も俺なんかあったけど、うん、まあ、鳥谷はよし毎日やる気を持ってやるぞやるぞで言ったんだろうね。これだけの数字ってなかなかね、今デッドボール当たったら、まあこう休ませた方がいいとかね、うん、いや長引かさないために休ませるっていうこともあるけども、うん、鳥谷は骨折してても出てたからね、フェイスガードつけて鼻骨折、デッドボールでね、それもこう印象的でね、記憶に残ってますよ ね、だからまあ大した精神的なスタミナの持ち主だなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、記録が戻って記録はね、はい、やっぱこう2000本安打ね、はい、まあショートで、達成したということね、生え抜きで、阪神生え抜きで、はい、ね、2000本、2017年、おそらく俺の記憶が正しければセンター前に打ったんじゃないかなっていうような、そんな記憶なんだけど、間違ってたらまたコメント欄に載せておいてください、はい、こうでしたよってねそうそうそう、はい、多分俺はセンター前に打ったというね、いや記憶してますか。でね、はい、これね、鳥谷って特殊なバッティングをしていて、うん、でちょっと体が開いてこうやって構えるんだよね、はい、でこう入れてくるんだけど、だいたいこう押っつけが多いわけ、うん、押っつけっていうのはセンターから左の方向に対して打っていくという、はい、でやっぱこう安定感を出していくというね。でランナー一塁にいるでしょ、はい、そしたら開いててポイントを前にして一二塁間を狙っていくんだよね、はい、だからね、普通そういうことは体を止めたりとかしてその角度をつけたりだとか、うん、追っつけをしたりだとかをするんだけども、はい、鳥谷っていうバッターは特殊でさ、はい、ポイントを動かせるんだよね。うん、ポイントを動かすっていうのはすごく勇気がいることなんだけど、はい、それができる特殊な選手だったというふうに俺は思うんだよね。で2000本安打を達成、はい、でタイトルは最高出塁率2011年に3割9分5厘、はい、まあ、例年から比べると低い、はい、まあ、大体4割超えなきゃ取れないような数字なんだけど、この年みんな悪かったんだろうね。うん、でね、鳥谷の特徴ってやっぱこうフォアボールが、うん、選球眼がいい、フォアボールをやっぱ取れる、だからやっぱ目もいいね。だから鳥谷がえって思うと俺らもえってテレビで見てて思うもん、あ、ボールじゃないかって、あ、今のはね、あ、そうそうそう、だから鳥谷の目っていうのはとても鳥目じゃないよ。いや本当に夜でも見えますか。夜も見えますよ。いやだから
素晴らしい、これはね、バッターとして非常に価値のある。で、鳥谷っていうのは4番を打つような選手じゃないじゃない、はい、やっぱ出塁っていうのはすごく通算でも3割6分ちょっとぐらいある選手で、はい、3割7分ぐらいある選手でね、うん、非常に貢献度が高いという選手だったよね。まあ、打率が通算2割7分8厘で、うん、出塁率が3割と、まあ、7割の通算でね、7分で、やっぱり安打以外での出塁も多いということですね、うん、だから1割違うということだから、ね、うん、だから打率とこう打率だけを見るとさ、ちょっと低いんじゃないかと思うけど、うん、出塁率を見ると、はい、もう、まあ、納得っていうような、ね、はい、まあ、そういう選手だね。そういう1番2番3番なんては、うん、打率もちろんですけど、うん、出塁率の方が重要ですよね。いや重要、価値がある、価値がある、うん、でベストナイン、はい、6回、うん、ね、ショートで6回、はい、大変だよ、通算18年やって6回取ってるという。そ, うですね、その中にはやっぱ坂本が出てきたりだとか、うん、まあ、広島で監督もやった野村がいたりだとか、ね、いろんな選手がいる中で6回を取ったというね、すごいです、まあ、立派な数字だよね、はい、でゴールデングラブ賞5回、はい、これ甲子園ほとんどもう人工芝になってる、その中で5回じゃない、あの甲子園のグラウンド、甲子園園芸さんが一生懸命、阪神園芸さん、ね、阪神園芸さんが、はい、で整備をしてくれたから、はい、まあ、取れた数字かもわからないけども、はい、やっぱ土のグラウンドで5回を取る、これ大したもんだよ、やっぱうまかった、で、ね、堅実だった、うん、だからなんていうの、阪神が最近守備のミスが多い多いって言われるけども、機会があったら鳥谷を戻して教えてもらうっていうのもね、俺はいいと思うけどね。今後どうですかね、その可能性は、まあ、指導者としてそうだ、ね、っていうことは、これさ、ロッテから、はい、阪神からロッテに行ったんだよね、はい、まあ、その時もやっぱ指導者手形みたいなのを多分阪神は用意したと思うんだよ、はい、だけど鳥谷っていうのはやっぱ完全燃焼したいという、うん、まだスタミナもあるし体も元気だと、体丈夫な男だからね、うん、だから、まあ、移籍先を探して、いや、はい、このまま終わりたくないと、はい、で鳥谷にもう引退しろっていうことも阪神はもう心苦しかったと思うんだけど、うん、貢献度が高いだけにね、はい、だけど俺はやるということで、もうやるということは、いやもう阪神の監督やりませんみたいな言えば、この時点ではね、はい、その時点ではもう決裂みたいな感じでロッテに行ったんだけどさ、はい、でロッテに行ってさ、大した活躍は俺はできないと思ってたよ、はい、だけど鳥谷が持ってる経験だとかさ、そういうものをそのロッテの若手にね、うん、伝えるには十分な経験をしてる選手だけにね、うん、まあロッテは取ったと思うんだけど、はい、でもこの前ね、今年、うん、ロッテのファームのゲームをね、はい、テレビでパッとつけたの、そしたら鳥谷が出てんだよ一生懸命、うん、でもさ、もう18年間もやって40歳だよ、うん、それがファームの若手と一緒にの中に入って打席に入って一生懸命バット振ってんだよ、はい、でもあの姿を見た時にはさ、あ、この選手は本当に野球が好きで、うん、あ、こういう人がファームに行っても一生懸命できる人が指導者になれば、うんうん、俺は素敵なチームを作るんだろうなっていうふうにまた改めて感じた、うん、なるほど、うん、だからこれからね、うん、いろんな勉強をし、うん、まあどっから声がかかるかわからないけども、はい、やっぱ指導者としても多分優秀な人間になると思うよ、はい、それとやっぱ阪神はやっぱこういう鳥谷みたいな選手を監督にね、うん、してほしいなと思う。なるほど、鳥谷隆、はい、ね、もう関東人だからさ、そうですね、うん、ロッテで戻ってきたような感じですよね。そう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 、だけど大阪でお世話になったからね、うん、監督目指して頑張ってください。本当にもう大好きな選手なんで、大好きな選手がどんどん辞めていくからさ、本当にもうなんかビッグスターがどんどん引退していくようなイメージが、ね、寂しいですけど、そうだ、ね、で髪を切ってる、俺の髪を切ってる人ねそうです、だから鳥谷と一緒の人なんだよ、一緒の高校球児だよ、一緒に甲子園出た人なんだよ、ね、鳥谷選手と一緒に甲子園に出ていた時のチームメイト、エースだったんだよ、そう、その時のね、うん、エースの人が鳥谷選手の髪も切ってるし、髪も切ってて、俺の髪も切ってるという俺の髪はかっこよくならないけど鳥谷の髪はどんどんかっこよくなってるというね、同じスタイリストさんが、まあそうだね、切っているというつながりもあってね、そうそうそう、うん、それをつてに、まあ、鳥谷の連絡先も知ってるんだけどさ、まあ、YouTube にね、ちょっとね、機会があったら出てください。ちょっとこう、なんていうのかな、その人と
かも読んでこう、そうだよ、砕けたパーティーみたいなしたよ、ね、ちょっとしたね。でなんかいろんな普段聞けないようなお話聞けたら面白いですね。暴露ね、暴露はい、まあでも本当に18年間ね、いろんなことがあったと思うけども、はい、一度清算してでいい指導者になるように、まあ、勉強してほしいなっていうふうに、まあ、願ってます、はいね、あなたのユニフォーム姿もう一度見ることを期待してます、はいね、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。